三重県危機管理課によりますと昨日午後4時20分ごろ、県のホームページに三重県庁本庁に爆弾を複数仕掛けたと爆破を予告するメールが届きました爆破予告の日時は今月20日金曜日の午後3時34分で県では今朝警察へ通報し町内に不審物がないか 常駐している警備員や職員が共有部分などを中心に緊急点検を行いました三重県では万が一に備えて爆破予告日の今月20日まで町内の点検を続けるということです県民に対しては現時点で来庁自粛などの呼びかけは行っていません